はい、こんにちは。中学受験さくらのチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、算数基礎講座、速さと比の関係をね、4回にわたってやってみましょう。この中学受験さくらのチャンネルは、この私滝谷直樹が受験業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。さあ、では早速やってみましょう。さあ、今日は速さと比です。2台ほどね、数字変えてやってみます。さあ、分速は兄が分速400m、弟は分速 360m の速さで走ります。兄と弟が 100m 走をした時、兄がゴールした時、弟はゴールまでほにゃメートルのところにいます。さあ、速さしか出ていないわけです。まあね、これ比で解くんですよね。比を使わないでも解けるんですけれども、比で使った方が早いんです。さあ、まず兄がね、分速 400m、 弟が分速 360m ですから、速さの比は兄対弟は400対360。1分間に 400m、 1分間に 360m。 簡単にするとこれ10対9ですよ。でもこれ1分間だと 400m、 360m だけどね、とにかく同じ時間だったら、兄が10進む間に弟は9進むんですよ。同じ時間だったら、兄が10進むとき、弟は9だけ進むんです。そうだとするとね、同じ時間ですよ。に、同じ時間に進む道のりね。の比もまた同じ10対9なんですよ。同じ時間だったら、兄が10進む間に弟は9だけ進むんです。兄の方が少し早いんです。弟の方が少し遅いんです。だから兄と弟が 100m 走をした時どうなるかっていうとね、兄と弟が100メートル走りますと、兄が100メートル走っている間、同じ時間に弟はね、どれだけ進むかっていうと、兄が同じ時間なら10進む間に弟は9だけ進むわけですからね。そうすると10が100メートルになる。1が10メートルです。だから弟は同じ時間なら9だけ進めるわけですから、9の90メートル進むわけです。で、何を答えるかっていうと、ね、兄がゴールしたとき、弟はゴールまで何メートルのところにいるか、ね。ここを出せって言ってるわけです。ゴールまであと何メートルか。と1ですよね。だ90メートルです。もしくは100-90のやっぱり10メートルです。弟はあと10メートルのところまで進んで、お兄さんはゴールするってことね。速さの比がね、出たら同じ時間に進む道のりも同じ比なんだ。同じ日っていうね、今日ね、イメージをしっかりね、自分の頭の中で理解までね、つなげてみましょう。さあ、同じパターンです。 A 君は分速 320m、 B 君は分速 280m。 A 君と B 君が 50m 走をすると、
A 君がゴールに着いたとき、 B 君はゴールまであとホニャメートルのところにいますと、ね、全く同じパターンです。さあ A 君と B 君の速さの比は320対280の、簡単にすると8対7になるわけです。A 君が8進む間、B 君は7進むんです。どんな時も。時間が同じなら A 君が8進むと B 君は7だけ進むんです。そうだとすると、同じ時間内に進む道のりの比は、これもまた8対7なんです。同じ時間なら A 君が8進んだ時、 B 君は7だけ進むんです。で、そうやってことを確認した上で、50メートル走を A 君と B 君でする。こっからここまで50メートル。さあこの時 A 君がゴールに着いた時、 B 君はゴールまであと何メートル行く。だから用意ドンで A 君と B 君がスタートして、A 君が50メートルね、スタートしたと、あ、ゴールしたと。ただ B 君はどれだけ、ゴールのあと何メートルのところにいるかってことなんだけど、ね、同じ時間なら A 君が8進んだ時、 B 君は7だけ進むわけです。つまりこの8が50メートルですよと。で、8進む間に B 君は7だけ進んでるわけです。ね、で、これだけ足りないわけです。で、ここを出せって言うんだけど、8が50メートルですから、1は6.25メートルですね。で、何を出すかっていうと、 B 君がゴールまであと何メートルのところだから、ここだね、この1を出せばいいわけ。だもうこれ 6.25 メートルなんです。まあ念のために7出しています。ね、1が 6.25 ですから、7出すと、7535、7214417、67424043.75メートルです。ね、A 君が50メートル進む間に B 君が 43.75 メートル進んだところで、A 君にゴールされてしまう。おと残りは50-43.75ですから、やっぱり 6.25 メートルね。6.25 メートル後ろのところで、まあいるということがわかるわけだね。今日は、速さの比と同じ時間で進む道のり比の比は一緒というね、ことを利用した比の問題。基本的な問題ありました。明日は逆比をやります。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。